ウィリアム・パターソンは、アメリカ合衆国ニュージャージーの政治家であり、アメリカ合衆国憲法の署名者であり、アメリカ合衆国最高裁判所の賠償判事を務めた。ニュージャージー州の第二大州知事を七百九十年から七百九十三年まで務めた。ウィリアム・パターソンは七百四十五年十二月二十四日に、アイルランド王国のアントリム県で生まれ、二歳の時に、 後のアメリカ合衆国に移住し、14歳の時にニュージャージー大学に入った。卒業後、著名な弁護士、リチャード・ストックトンと共に法律を学び、1768年に法廷弁護士として認められた。パターソンはアメリカの独立を声に出して支持するものになった。サマセット軍の代表として、ニュージャージー国の最初の議会議員を3期務め、この間に、 初期官として1776年のニュージャージー憲法を記録した。アメリカ独立宣言の後、ニュージャージー国の初代検事総長に指名されて1776年から1783年まで、勤め、法と秩序を維持し、国内の最も傑出した法律家の一人としての地位を確立した。フィラデルフィアで開催されたアメリカ合衆国憲法制定会議に派遣され、 各方から等しい大議員数を出す一円正議会というニュージャージー案を提案した。大妥協が成立し憲法に署名された。その後、ニュージャージー州知事とニュージャージー州上院議員を務め、州の法体系全般の改定と法転化を監督した。ジョージ・ワシントンによって1793年にアメリカ合衆国最高裁判所の売席判事に指名され、 これを死ぬまで勤めた。パターソンは1803年にニュージャージーで巡回裁判を務めている時に馬車の事故に遭い、これが引きずって1806年9月9日に死去。60歳。ニューヨーク州オールバニのオールバニ地方墓地に埋葬されている。ニュージャージー州パターソンとウィリアム・パターソン大学は彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。